場があって、後輩の舞台を見た後に、あの一緒に見に行ってた先輩と後輩かな、3人でご飯食べようってなって、この辺にさ、美味しい洋食屋さんがあるらしいんだけど来ませんかって言ったら、その先輩、俺も知ってるってなって、でその時ポークソテーを食べたんですけど、ちょっとびっくりするくらい美味しくて、今回ちょっと別のメニューを食べてみたいなと思って、その時気になってたビーフシチューとあとチキンソテーを今回食べたいなと思って来たんですけども、ちょっと超楽しみですありがとうございます。うまそう、やばいっすね、これです、僕食べたかった。いいっすか、いいっすあー、うまそうだな。うん、うまっ。うん、肉が柔らかい。ビーフシチューとかは家で作らない分、食べに行きたいってなって、食べに行って毎回思うのが、これは作んなくてよかったっていう、絶対これに勝るものは作れないし、うん、多分すごくこう手間暇もかかってると思うんですよね。すごい多分煮込んで肉が柔らかくなるまで、多分赤ワインが入ってるのかな、すごいこうワインの風味とかしっかりやって、スープだけでも全然永遠と多分飲める。うん、ちょうどいい苦さがあって大人の味。これもちょっと食べたいです。ちょっとじゃあレモンを絞って、これ前回友達がこれ食べてて、あ、その後輩がで、美味しそうだねって言って、ちょっとちょうだいって言おうと思ったらもう全部食べてて、あ、全部食っちゃったかってなって、次はこれ食べたいなってなって、いただきます。うん、外はサクサクですね、でも中はしっとりしてて、うまい。ちょっとやっと食べられた。でも洋食屋さんって結構日本ならではだと思うんですよ。日本の料理とか日本の調理方法とか素材とかをうまくこう融合させて、日本にしかない海外の食事になってると思うんですよ。だから多分、なんだろう、これを外国で食べようと思っても多分出てこない。月に1回くらい行きます。うん、なんかたまに食べたくなりますよね、なんかオムライスとかハンバーグとか。いいなと思って店があったらちょっとメモっといて、時間があるときに行こうって思うんですよ。うん、し、ここもそうですけど、前回ポークソテー食べて、今回ビーフシチューとチキン食べて、で、ハヤシライスも食べたくなってきちゃって、あとカニクリームコロッケも書いてあったんで、カニクリームコロッケも食べて、すごいメニューが豊富なので、全部試してみたい。何年かかるかなって。20年くらいかかりそうです。最高だな。